子供の頃、よく母に、どうしたらお母さんみたいに綺麗になれるの？と聞いた。お母さんはただ笑って、自分も子供の時、台湾でおばあちゃんに同じ質問をしたわ、と答えた。でも本当の答えは、一度も教えてもらえなかった。そして私は、母と祖母の美の秘密を探すためも、嫌な仕事を投げ捨てて、チケットを買い、少しの勇気を振り絞って、一人で台湾に来た。旅行中に、たくさんの親切な台湾人に出会った。私が困っているのを見て、足を止めてくれたサラリーマン。迷っているところを優しく案内してくれた。そこから見えたのは、優しさから生まれる美しい顔だった。そして賑やかな駅前では学生たちがフリーハグの看板を高く持ち上げて気前よく見知らぬ人と抱き合っていた。それを見て私も旅の不安がすっと消えた。そこから見えたのは元気から生まれた美しい顔だった。この旅で出会った一つ一つの美しい顔に連れられて、私はある小さなお茶屋にやってきた。これらのすべての美しい顔を作り出したのは、思い、こだわり、親切、元気などの台湾人にとって最も大切な人文素養だ。大きくて柔らかいベッドの上で、私は今回の旅を思い出して、そして満足した気持ちで美の秘密を荷物の中に入れた。